中国、マレーシア、インド、オーストラリアなどに分布しており、温暖な湿地に生える、やや大型の多年草である。あやめの名を持つが、似ている部分は少ない。よく育つと大きな株立ちになる。葉は左右から扁平で、いわゆる短面葉である。質は、やや柔らかく、厚みがある。また、一面に柔らかい毛が生える。気部は茎を大きく抱く。夏以降に花をつける。 花茎は、葉の間から高く伸び出し、高さは1メートルほどになる。水上花剰であるが、大きい株では枝を出す。花は、中ほどから上にまばらにつき、花の基部には細長く先の尖った筒があって、花茎を覆っている。筒の背面にも、白い毛が多い。花は黄色で、左右対称。花弁は大きく2枚が花の上と下にある構成に、見える。いずれも先の、 少し尖った広い楕円形型で薄くて黄色く、一枚は花の上側、下軸側に立ち、もう一枚は反対側、花の下側で受ける形である。花の中心にはおししべとめしべが一つずつあり、その左右には小さな花弁状のものがある。構造的には花弁は内外三枚ずつがあるはずなので、外三弁のうちに弁が融合して二弁だけに見え、 うち三弁のうちの一弁は退化して消失し、小さな二弁が残ったものと考えられる。ただし内側に弁とされているものには、お寿司弁の変化したものとの解釈もある。名前の由来は白い毛が多いのをたぬきに例えたものらしい。あやめに似ているわけではないが、歯が単面用であることと湿地性であることからの命名と思われる。日本では利害はないが、 中国南部では滝と呼んで薬草として用いるという。タヌキアヤメ科には、東南アジアからオーストラリアにかけて四族五種があるが、日本にはこの一種だけを産する。タヌキアヤメ族は一族一種である。ありがとうございます。